トライに通い始めたきっかけは何ですか？はい、僕は自分で勉強することができなかったので、母から自習もできるトライを勧められて始めました。はい、トライに入ってからは自分で勉強する習慣がつき、とても勉強が楽しくなりました。はい、トライに通って良かったと思った瞬間はどんな時ですか？はい、トライに入って良かったと思った瞬間は成績が上がったことです。私は成績が上がったのは、自分で自習をする習慣がつき、しっかりと勉強に打ち込むことができたからだと思います。また志望校の判定はあまり良くなかったですが、志望校に合格できたこともとても良かったことだと思います。はい、将来の夢、目標に向けてお願いします。はい、僕の将来の夢は中学校高校の保健体育の教師になることです。また一番大事なことは、努力をしっかりと一つ一つ怠らずやることで、努力を行えば結果もついてくると思います。また文武両道を貫くことは、勉強そして部活動などにもしっかり取り組み、社会に出ても通用する人間になると思います。また今のことをしっかりと打ち込むことで、未来につながる自分を作ることができると思います。はい、ありがとうございます。トライで働き始めたきっかけは何ですか？はい、私の将来の夢は小学校の先生になることなので、夢の実現につながると考えたからです。指導中に意識していることはありますか？はい、生徒に寄り添って指導できているかどうかを意識しています。やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか？悩んでいた生徒が分かったと笑顔になった時です。柏駅前校の教室はここがすごいと思うところを教えてください。集中しやすい自習室、そして入りやすい教室の雰囲気、気軽に質問を受け付けてくれる先生たちがいることです。ありがとうございました。